ルデュスグループは1976年にブレストで創立しました。グループは今日アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカへと拡大しています。ルデュスグループは最高級のブランドを守り続けています。商品に対する職人のこだわり、工業化された経営がグループのモットー。ブリオッシュドレはフランスの伝統を受け継ぐファーストフードの世界の揺るがぬリーダー。店舗は常に街の中心にある繁華街やショッピングセンターなど第一級の商業地に位置しています。消費者の食の動向を常に見極めながら、ブリオッシュドレは豊かな商品構成で季節や一日の各時間帯に即した消費者のニーズに応えています。ペストリー、クロワッソン、ブリオッシュ、ケーキ、キッシュ、サンドイッチ、サラダ、ピザなどデザートも軽食も取り揃えています。最高のロケーション、温かい内装、心配りが行き届いたショーケース、商品の新鮮さがブリオッシュドレのフランスをはじめ外国での成功の要因です。ブリオッシュドレのスピリットはここにあります。持ち帰りの客とその場で食事の客の両方を満足させています。1980年にピエールのパン工房が創業しました。そこで作られる本物のパンは食品に気をつけている健康志向の消費者の心をつかみました。毎日ピエールのパン工房は選び抜かれた小麦を主とする材料と昔ながらの手法で作られた60数種のパンや菓子を提供しています。賑やかな商業地区に位置したピエールのパン工房の店は地域に昔ながらのパン屋のぬくもりを与えています。ここでは最新の機械とこの仕事を心から愛する職人のこだわりがうまく調和しています。その結果、作られたパンは今日栄えあるブランドになりました。ルデュスグループは1985年にはすでに最初のピザの店をルチオの名前で出店しています。1995年にはアコールグループのピザ・デル・アルテを買収して新たな段階を迎えました。ピザデルアルテ、それは美味しいピザと選ばれた生産者が提供する安全性の高い無添加の郷土料理を囲む喜び。ピザデルアルテは2つの軸から店舗を広げていきました。はじめに店舗は町の中心、もしくは400から1000平方メートルのショッピングセンターに進出し、それから1989年には郊外にも出店しました。ピザデルアルテはとりわけトスカーナの別荘を彷彿させる雰囲気の中でとる美味しい料理、きらめく色、気前のいいトラットリア、シエナの赤土色の壁、赤や木のテーブルクロス、花が咲く飾りバルコニー、ここはもうイタリアそのもの。1998年から新しいコンセプトが生まれました。それは店は主要道路そばに立ち、その別荘式建築はどこから見ても目につくことです。グループは今日ピザ・パスタ市場のリーダーです。ここでも商品の確かさ、サービスの良さ、そして温かい雰囲気が成功を呼び、ますます発展しています。
ル・デュッフグループの工業名の看板は最新技術の先取りです。ブリドールは1986年からペストリーやパンを生あるいは焼いた後冷凍する事業の市場を開拓しました。1995年にグループはレンヌに最新機械を導入した近代工場を創設しました。厳選された原材料と生産地明治の規則に従いながら ISO 9002を導入したことでより伝統に近い状態で生産され、それにより商品の均一性と信用を消費者にもたらしています。プリドールはヨーロッパ、アメリカに新しく作るケーキ、パン工場立ち上げのノウハウと経験を持っています。カナダのブリドールはアメリカ東海岸、モントリオールからマイアミまで、そしてニューヨークを通ってワシントンまでをカバーする冷凍パン、ペストリー業界のリーダーです。年月を経てブリドールは有名企業ディズニーランドパリ、ユーロスター、多くの航空会社に商品を納入しています。ル・デュッフグループは 3.5% の給与総額を人材養成に充てています。チームは精鋭のプロメンバーで、伝統パン菓子業のエキスパートで、かつ農業技師の厳しさも併せ持っています。経験者が持つ仕事への情熱が日々自然に若い志願者に受け継がれ、次の世代交代に備えています。この人材養成の背景には、まずル・デュッフグループと共に成長し、グループを成長させたいという情熱を持った男性女性の採用があります。ご承知のように、我々が将来買うかもしれないもののほとんどはまだ存在していません。それを発明すること、商業化すること、向上させること、いつか商品として喜ばれるために、それが研究なのです。研究室では、グループの男女が原材料や新たなレシピ、処理方法、そして新技術の研究に励みながら商品のさらなる向上に努めています。研究と人材養成が欠かせない二大柱です。21世紀の夜明けにリーダーであり続けるために、もしこれらのビジョンがあなたを引きつけたら、もしワクワクする大きな冒険に出る意思があるなら、さあ我々の元へ来てみませんか。